これはですね、鹿が木の皮を食べたっていう状況ですね。鹿は木の皮を食べますね。あとは山菜、タラの芽とかの新芽を食べちゃったりします。これをご覧ください。鹿の顎骨です。歯が立派。すごいね。ここはどうやら鹿のアジトのようですね。